ティースタイル白津です。また今日一緒に学習していきましょう。はい、いきます。これね、まあエリア、オンラインサロンで見てもらった方がいいんですけど、このエリアの説明、ゾーンって書いてますけど、エリアの説明していきました。今日はこれだとちょっとね、分からないなというか、分かりづらいなというところがこれだけだとあるので、これを5ゲームシチュエーションにはめていこうじゃないかという作業をしていきます。はい。で、5ゲームシチュエーションって何なんだと。5つ、テニスには5つの状況が大きく分けてあるよと。まずサービス、そしてリターンで、両方がベースライン、どちらとも言えない状態ですね。で、自分がアプローチネットだから攻撃側で、相手が守備っていう、そして、相手がアプローチネットで自分が守備っていう5つの状況があるよと言われています。これを5ゲームシチュエーション、これは戦術とかいうことじゃなくて、この5つの状況、5つの状況の時にいい判断をするとか、5つの状況の時に、いろんな作戦があるっていうことがいい選手だよと言われています。5ゲームシチュエーションしてるよ、そういうことではないんですね。その状況の中で何ができるかっていうことを知っているという選手がいい選手だよと言われています。はい。そこでこれがハマりますね。説明したこれがどこにハマるのかというところなんですけど、サービス、これはまあ置いといて、本当はね、ゾーン6、7ってあるんですけど、これはサーブなんですけど、ここ書いてないので、サーブという面はちょっと置いといて、リターン、まあ上から見た方がいいのかな。ゾーン1に打つパッシングクロス、これは、5ゲームシチュエーションの時にどこに入るかっていうと、自分がパッシング打つんですよ。なので相手がアプローチネットで、自分がベースライン側、この時にパッシングクロス使いますね。ゾーン2、パッシングダウンザライン、もうパッシングってついてる時点で自分が、ディフェンス側、攻撃側、守備側ですね。で、相手が攻撃していると、でその時にパッシングダウンザラインを2に打ちます。ダウンザラインストレートっていうことですね。